私はマリー。触れる。カリオストロが言った通り、私が触れても平気なんだ。嬉しい。この世界に生じた別の何かであるように。飲み物を。その光景を何より美しいと私は思った。花よ。そういう約束だったから。ようこそ。私たち俺の裏側にある本音みたいで。わからない。あの人何？とてもとても。ねえ、なんて言うの、この気持ち。あの人が恐ろしい。見つけるまで、この既視感を超える日まで。カールから聞いていないか？カリオストロ。いや、もうわかんない。近いからレン、あっち行って。ピー。私らの話を聞く気になってくれた。心当たりがあるんじゃないか？あるよ。その息がかかってる範囲まで含めればほとんど全部って言えるくらい。レン君が聞いた通り、もともと連中の都合で作られた街なのかもね。あとの半分がわからない。教えてくれ、本庁。ねえねえ、見てこれ。霞の制服借りちゃった。学校行くんでしょ？似合う、レン。とっても似合う。目がこんななってるよ。全然休んでないんでしょ？だから座って。私は大丈夫だけど。心配しないで。悲しいことになんか全然言うのも変だけど、わかるの。前とは違う私。